だけどちょっと夜が何時までかかるかわからないので、そうちょっとリハに行く前にやっとこうかなって思いまして、ちょっと変な時間ですけど3時過ぎだ。そう今日はねまだリハ始まってない、これから行ってきます、これから行ってまいりますけど、ちょっと夜が長いかな。コピグさん、クロちゃん、ありがとう。実は誕生日でした、おめでとうございましたこんにちは、コピグさん、クロちゃん、ありがとう。配信プロジェクターすごい。そう今日はちょっと遅めだね、今日はちょっと遅めから始まって、ちょっと遅くまでありそうなの、どうだろう、何時に終わるかはちょっと分かりませんね、まだ。わからないからね、一応やっとこうっていうことでね、明日はめっちゃ朝早くやろうかな。どっちにしろ明日早起きするので、そうなので起きてすぐ配信しようかな、少しだけね、明日は朝ですね、早朝しようかな。こんにちは、とはちゃん、なおさん、ありがとう、どまさん、ありがとうございます。明日ね、明日がもう春コンとしてミクさんの卒コンっていうのがやばいね。双眼鏡さん、ありがとう。こんにちは、お仕事中かな、仕事中の方もいらっしゃるかな。コンサート行く、待ってます、会場で会いましょうね。配信の方も見ていてくださいそうだよね、早起き遅い。生ラッシュ美味しいでしょ、美味しいでしょ。じゃあ、タータさん、ありがとう。明日行くよって。なんか今日も花粉が、タータさん、ありがとう。2階席3階席もしっかり見させていただきますからね。花粉ありますよね。早朝配信ですね、そう早朝配信、慣れてきた
薬飲んだりしてる。あの今日は飲んでないんだけど、まだ飲むか迷い中ですね。飲んだ方がいいんだろうけどね。監督さん、ありがとう。花粉症の方大丈夫ですか？私はでもちょっと、ちょっとあのマシになってきてはいるんだよね、毎年。そう、ひろゆきさんありがとう。こんにちは。今日はなんかすごい朝早く目が覚めたんだけど、また二度寝しました。朝6時過ぎくらいに多分なんか起きた気がする。東京すごいのかな。そうなの？雪？雪すごいんですか？あおいちゃんありがとう。ピクピクさんもありがとう。え？少し雪が降ったけどもう晴れてます。ああそうなの？そんなに？そんなに？あおいちゃんありがとう。皆さんありがとう。そんな言うほどですかね。こんにちは。あーまあ場所によるのかな。場所によってはめっちゃ積もってるとこと全然大丈夫なところね、あるかもね。もぐもぐさんありがとう。こんにちは。福岡寒いね。明日雨降んないかな。明日は9度、最高気温9度、最低気温4度、曇り、雨は降らなそうですね。葵ちゃんありがとう。寒そうですよ。だって今日は金曜日か。じゃあ平日ラストだ。
夜もね配信できたらいいんですけど、ちょっと遅くなりそうだしさ、明日早いからさ、早く 寝た方がいいじゃん絶対。愛知はどんな系になってるから、むしろ怖えなってる。どうですか、嬉しい嬉しい。でも今日も全然ちゃちゃっとメイクしたんで、ちょっと明日しっかりメイク頑張りますそう、明日早くてさ、でもちょっと今日の夜は明日に備えた方がいいかなってちょっと思って、そう早めにね寝る準備しっかりした方がいいか、明日の確認とかもして、やること結構あるな、うん、そう夜がちょっと今日やることが多そうだからな、心配だ。コンサートの前日はちょっとな、本当にそわそわ、なんかいつもそわそわするんですよ。なんて言うんだろう、コンサートは楽しみっていうそわそわ感もあるし、いろいろなんかドキドキそわそわいつもするので、コンサートの前日はそう、だから寝れない時も多いんですけど、なるべくね寝れたらいいんだけど、すぐに眠りにつける時とつけない時があって、そう、デュストさんありがとう。なんか朝も早いからちゃんと起きなきゃなとかもいろいろ考えてたら多分ね不安になるのかな。見どころどっちもそうだな。でもお昼はかっこいい曲とか、夜はかわいい曲とか、うん、って気がする。昼の方がそうだね、大人っぽい曲を、大人っぽいっていうか、まあかっこいい感じの曲があったり、夜はかわいい衣装とかあったり、うん、ちょっとなんかまあ昼と夜で全然違うので、でも本当にさ見てたらすぐ終わっちゃう感じの曲とかもあるし、見逃さずに見といてくださいそしてカメラの方は、カメコの方はもう取り逃さないようによろしくお願いしますダイちゃんありがとう。1780人ありがとうございます、イエーイイエーイイエーイ、ありがとうございます。知らない忘れて見に行けない、それがびっくりだよ、びっくりですよ。さあちゃんとのお示しある、うんとないあるわけがなかろう、ないですよ。3時21分。
時半になったら終わろうかな。あおちゃんありがとう。ぜひね配信でもよろしくお願いします。見ていてくださいね。大ちゃんありがとう。あ、昨日の夜は、まあ、なんかすぐには寝れなかったんですけど、なんかディズニーのパレードとかショーとかねの映像を見てたら、なんか結構すごく癒された疲れが癒されて、寝る前にちょっと見たんですけど癒されましたね。あの私のおすすめはあのディズニーシーのビリーブなんだっけな、オブドリームみたいな、ビリーブ、シーオブドリームス、シーオブドリームスっていう、そうやつがおすすめですっていう、あのショーなんです、うん、ディズニーシーで行われてるショーなんですけど、水上ショーなんだけども、それが超感動するんですね。そう、見てほしい、みんなに。本当にね、すごく素敵なショーなんです。だから心が癒される、本当に感動するよ、めっちゃ。私のおすすめなショーです。なんかあんまりショーとかパレードとか私は見てこなかったんですけど、小さい頃から。けどこの水上ショーはすごくね、立ち止まって見たくなっちゃう。そう、見たい、本当にね、見て損ないショーだなーってすごい思う。ディズニーあんまりあの興味ないって人からしたらちょっとあれかもしれないんだけど、いやすごくね感動するね。あ、20万ポイント買いました、ありがとう。なんか暇な時間にぜひ暇つぶしにでもちょっと見て、そういう水上ショーね、めっちゃいいよ。わっ、爪、ま、あやばい、昨日塗ってなかったの、そういえば塗り忘れちゃって夜やばいと思って、ちょっと今日の夜塗ります。やばい、そう忘れそう、本当に忘れそうなんだけど、やばい、塗らなきゃ。タカフルさんありがとう。塗らなきゃね、やばい、何も塗ってないから。こんにちは。何度ぐらい、そっち関東の方そんな寒いの？あー、まあ言うほど？
新潟晴れてるんだ。晴れてるね。あ、そうなの、遅延しただって。あー、そっか、いつものうちわで応援するねって、ありがとう、よろしくね。あ、0度最低気温、あ、そっか。うわ、早朝の方はちょっと寒そうだよね、確かに。つかぽんさん、ありがとうございます。いやー、頑張んなきゃね、頑張んなきゃね、行ってきますよ、はあはあ、準備してコンサートリハに向かいたいと思います。頑張ってきます。前日怪我気をつけて頑張ります。ありがとう、頑張ってね。皆さんも平日ラスト金曜日乗り切ってください。大ちゃん、大ちゃん、ありがとう。ではでは、ランキングます。13位岡谷さん、12位双眼鏡さん、11位まっちゃん、10位もぐもぐさん、9位ちゃんとくさん、8位バラさん、7位クロちゃん、6位玉さん、5位葵ちゃん、4位雑巾さん、3位タートンさん、2位大ちゃん、1位ホクピグさんです。ありがとう。ちょっと家でストレッチしてからしっかり行こう。ありがとうございます。行ってきます。アニマルちゃんさん、ありがとう。まっちゃん、ありがとう。大ちゃんもありがとう。行ってきます。頑張りましょう。バイバーイ、またね。明日は早朝ですかね。よろしくお願いします。バイバーイ。